今小学校4年生なんですけれども、3年生の5月からテニスを始めました。でこちらでは週に2回ほど、8月から4ヶ月お世話になってるんですけれども、本人も楽しく指導を受けているように感じます。で、良かったところ悪かったところ、結構積極的に自分で考えるようになりまして、テニス以外の生活でも自信がついたかなとちょっと感じるようになってきました。テニスを始めて3年目です。きっかけは、私がテニスをしてたこともあって、一緒にしようかと誘ってみました。テニスを始めて、日曜日の生活が規則正しくなったのと、球技全般に運動神経が良くなったと思います。テニスの教え方も非常に上手だと思うんですけど、やはり礼儀だとかそういう面についても非常にですね、よく教えていただけて人間的に成長できていっていると思います。おかげさまで、はい。